割ってます。今竹をこんな感じで2つに割って、こんな感じの見えるんでしょうか。これ竹にメモリをつけてます。1センチ幅の竹飛行が欲しいらしいんで、今1センチでメモリ入れてます。これが肥後は熊本の包丁職人の人に作ってもらった竹割り包丁です。これがまた使いやすいのなんだって。はじめただのナタでやってたんで、それに比べればもう雲泥の差です。竹って半分ずつに割っていくんですよ、基本的に。3分の1と3分の2とかに割ろうとするとなかなかバランスが取れなくて、この辺からもうなかなか職人っぽくなってきたような感じします、自分の動きが。よっしゃ、これ自分に刃物向けてるんですけど、これがねそれほど危なくなって、やっぱり竹は切ってきてすぐに竹ひごにするのが一番やりやすいですね。もうちょっと乾燥してるから、やりにくくなっちゃってます。でこの節のところで落ちますね。ね、それでまた半分に、そうするとこれでおよそ1センチ幅のものが2つできます。こんな感じね。でそれを今これぐらいの太さなんですけども、見えるんでしょうか、これぐらいの太さのやつを竹の皮だけ、緑色の部分だけにするみたいな感じですね。この切った方の竹ひごにならなかった方の竹の白い部分はまた畑に持ってって土に返すみたいな感じですね。よし、これで一丁上がりです。こんな感じで一つの竹ひごができました。一本のね、こんな感じ。こうやっても折れない、ぐにゃんぐにゃんに曲がる竹ひごができました。これで竹かごを作ったりするんですけど、結構丈夫です。もう一本いって終わりにしましょうかね。
1時間でこの竹を1本さばけるかどうかチャレンジしたいと思います。